こんにちは。専修大学陸上競技部で監督をしております、長谷川敦と申します。今回、2年連続70回目の出場ということで、地域の皆様方に、おかげでですね、今回無事連続出場を遂げることができました。日頃ですね、多摩区の方ではですね、近くの公園でしたり、公道、または歩道でですね、私たちもトレーニングをさせていただいております。昨年とですね、コロナ禍の中でしたけども、多摩区の地域の方々にですね、たくさんのご理解をいただいて、私たちの活動が日々成り立っていると思っております。ありがとうございます。また、今回、箱根駅伝に関してはですね、沿道での応援は自粛という形で開催されておりますので、当日はテレビの前でたくさんの応援をしていただきたいと思っておりますし、私たちも直接応援の方は感じられないかと思うんですけれども、日頃お世話になっている方々の応援は日々感じておりますので、そういったところも背にですね、力に変えてですね、本番はぜひシード権ということを、奪取ということを今年は目標にしておりますので、そういったところも含めて選手、スタッフ一同ですね、また部に関わっていただいているたくさんの方たちのためにもですね、元気な走りを見せてですね、また新年、いい一年が迎えられるような走りができたらいいかなというふうに思っておりますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。また、今回、多摩区の方でメッセージの方もたくさんいただいてまして、私たちスタッフ、また選手の方も拝見させていただいております。ありがとうございます。今、手元にもあるんですけれども、こういった形でたくさんのメッセージいただきました。またこちらもですね、読ませていただいて、また応援も力に変えてですね、頑張っていきたいと思っておりますので、またぜひ引き続き、応援のほどよろしくお願いいたします。こんにちは。専修大学陸上競技部で指導させていただいております。3年の吉本正成と申します。今回、このような応援メッセージ、たくさんいただきまして、ありがとうございます。メッセージの中では、昨年度、たすきが、最後までつなぎきれなかったというところで、今年は最後まで、つないでほしいという思いを、たくさん、いただきまして、専修大陸上競技部としましても、今年の、箱根駅伝では、そういったところを達成できるように、また、今年の目標であるシード権獲得といったところを目標に頑張っていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いいたします。